そうだ、ちょっとやってみようか。はい、ちょっと変わったことやってます。今ね、ミラーレスで自分のバイクを動画で撮ってます。あんまりこういうことしたことないね。今ね、私のバイクこれこんな感じです。 XSR700 の、まあノーマル仕様ですね。何もいじってません。なんとなくいじってるのはね、全体的にね、プロっぽくしたかったんで、こんなフォークのところとかね、ラジエーターカバーとか、あとこうメーターなんかね、見てもらうとわかるんですけど、ここにあったのね、トップにあったのを、あのセンターから前方向にちょっとずらしてね、まあ、で、スタンデムステップね、これね、ノーマルのスタンデムステップの黒いバージョンですね。これね、実はね、東京のとある ISP さんで作ってまして、それをお裾分けしていただいた。基本的にね、全部黒くしたいぐらいで、細かいところで言うとね、こんなところね、こう、ちょっとピントが合わないな、わかるかな。バンクセンサーとかもね、黒くしてまして、このクラッチのね、クラッチというかね、一緒のこの中で名前を書いたこの棒のとこね、棒のとこね、黒くして、なるべく黒っぽい雰囲気をなくす感じで、あと特に USB つけたりしてますけど、基本的にね、ノーマルの感じがもう全然いい感じなんで、まあこんな感じです。はい、以上です。取れてるのかな。